はい、皆さんこんにちは、ギターを始めて40年ギブソン大好きなおじさん北村雅彦です、いつも見ていただいてありがとうございます。さあ、レフティのね、左利きのギターにチャレンジし始めて今日で12日目になったんですけれども、さあどうなったでしょうか。今日はですね、チャレンジの初日の映像から今日の映像までダダダダッとこうダイジェストでつないで、これまでの変化を分かりやすくお届けしたいと思います。さあ12日間で果たして左利きで左利きのギターを弾くのはどんな風に変化したのかということをですね、早速見ていただきたいと思います。どうぞ。中島みゆきさんの糸、最初のコードが G ってあ、そうか、なるほどね、うん、あのね、今こうやって見るじゃない、 G のコードを抑えるにはどこを抑えたらいいのかっていうことは、あのイメージ、頭の中でイメージとしては見えてるんだけど、そこに指を持っていくのにはどうしたらいいのっていうのが、だからここ、あ、か、薬指がこう一番上に来るのね、薬指がここに来て、ここが中指で、一番下は小指、こういうふうに、あ、こんなふうに押さえる、うわ、こんなふうに押さえる、すごいね、これで、うわ、結構痛いです、指先が、うわ、するときにはここで全部離してこう行かなきゃいけないので、ここが難問ですね、この曲のコードチェンジでは。温めるかもしれない。
温めるかもしれない。いかがだったでしょうか。こうやってね、日々やってきたことをこうどん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 と並べて一気に見てみると、すごい勢いで変化してるんだなっていうのが、分かりやすかったんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。まあ自分でもね、こうやって弾いてる時はどんな風に変化してるのか、上手くなってるのかっていうことがいまいちよく分からなかった部分もあったんですけれども、途中からちょっと停滞してるかななんていう感じもあったんですけれども、こうやって動画で客観的に、見てみると、見返してみると、あ、すごい変化してるんだなっていうのがはっきり出ているような気がして、自分でも改めてすごく嬉しくなりました。いや、12時間やってきてよかったなと思います。ということでですね、このレフティギター3ヶ月チャレンジ、まあ3ヶ月で5曲の課題曲をマスターするということを目標にしているんですけれども、1曲目の課題曲、中島みゆきさんの糸はここまでで一旦、終了、まあ、終了っていうほどこうマスターしたぞっていうところまではいってないと我ながら思うんですけれども、一旦ここで、1曲目は離れて2曲目の課題曲に行きたいと、進んでいきたいと思います。福山さんの桜坂です。まあ、同じ曲をねずっとこう何週間も何週間も続けてるのもね、ちょっと自分としてもこう気持ち的にこう悶々としてくるというところもありますので、2曲目に進んでみたいなと。で、まあ、また折を見て戻ってきたりとかいうこともあると思うんですけれども、とにかく、明日からは桜坂課題、こちらを課題曲として、チャレンジ続けていきたいと思いますので、はい、ということで引き続き、ご声援よろしくお願いいたします。はい、それではまた会いましょう。さよなら。